何これ？この前のお礼です。俺は生徒からのプレゼントは受け取らない。勘違いされたら面倒くさい。私は勘違いなんかしません。これは単なるお礼で深い意味はありませんから。何ムキになってんの？もしかして本当に俺のこと好きになっちゃったの？バッカじゃねえ。つうかマジかよ、つまんねえ。俺に興味ないとこが良かったのに。仕事だから優しくしただけ。私はただ先生にお礼を。